出てる。お？わわわわ。お？何これ？え、寝掛かり？いやいや、ない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 。さーて、今回は年末年始のね、遊漁船の調光動画を中心にお届けしようと思います。結構ね、電動ジギング女性で水深 200m からね、いいカンパチを上げたりしてまして、結構電動はおすすめですね。やっぱり速い動きはカンパチにはよく効きますし、女性でもね、カンパチに挑めますんでおすすめです。けれども、よっしゃ。でもそんな大きくない。そんな大きくないと思う。だいぶ上だったっすね。上ですね。カツオかもな、それ。あんま引いてないですもんね。カツオですか。いや、なんかカツオかも。だって食い上げてますよね。食い上げてるっぽいからカツオかもな、それ。あ、引いてる引いてる。うん、多分カツオ。だいぶ食い上げてきてるから、そうだからもうドラグ緩めでゆっくりやればいいと思いますよ。見えてきた。見えてきた。色的には白い。あれでもカンパチっぽい色してるね。カンパチっぽい。いや、でもやっぱカツオか。でも色はなんかカンパチっぽいけど。口と、あ、口、口ですね。うん。イエーイ。じゃあ、こっちでも取らした。オッケー。オッケー。オッケーです。結構でっかいね。頑張れ。頑張れ。結構でかいな。大きいと。さっきよりでかいな。うん。負けてはいる。負けてはいる。負けてはいる。でもドラグ出てないな。出てないな。じゃあ 4,5 キロぐらいなのかこれ。マコフェアさん、これでいいですか。そんなもんでいいですよ。はい。でもう 50m ぐらい巻いたらもうちょっと緩めてもいいかも。はい。カンパチっぽいですけどね、引き方はね、どう見ても。まあさっきよりちょっと大きそうだから 4,5 キロぐらいのカンパチと見ました。見えるか、そろそろ。見えてきたよ。おうおう、最後まで暴れるね、こいつも。うん、カンパチですね。うん、さっきよりやっぱちょっと大きいんじゃない？よし、ぐるっと回しましょう。よいしょ。よいしょ。ちょっと大きいですね、さっきよりね。よいしょ。ういひょいと。よいしょ。サイズアップ。サイズアップ、大きい、全然。全然大きいぞ。うん、さっきよりも。ポツポツと切れますね。よいしょ。よし、サイズアップ。イエーイ。じゃあ5キロオーバーを目指していきますかね。外すよ。来た、船長の言う通り。上がるといいね。まあでもそこまでがくないか。負けてる。上げられてる。あ、でもドラグ出てない。最初だけ
けちょっと出てくる。4キロ。もう楽勝ですな、あとはね。まあここまで来てバレることもねえだろう。おお、まずまず。まあ。よいしょー、5キロぐらいあるんじゃない。よいしょー、よっしゃ、とりあえず今日一今んとこ。ありがとうございます。まあまあ、まだチャンスは、まだチャンスはありますぞ。よいしょ、よし、よかったよかった。いや長かったな。ここまで長かったな。もうね、この水深で着弾っつったらカンパチではないんだろうな、多分。いやー、わからん、上がってくるまで。これも全くわからん。お？お？何これ、寝掛かり？いやいや、ない。寝てたんじゃん。寝てたのか、ちょっと待って、今気づいた。いや、最初負けてよかったですね。いや、ちょっと上の方まで持ってこれたからよかった。負けてない。でかいな。あ、でかい。おお、最初気づいてなかったな。ちょっと頑張れ。頑張れ。でも負けてるんですよね。ゆっくり負けてる。よし。もう根はだいぶ切ってるし、バレなきゃもうあとは上がるぞ。手首めっちゃ痛い。なんか今更ながらカンパチっぽい引きをしてきたね。最初は全然だったけど、いやー、ようやく夕間詰めラッシュが来ましたな。よかったよかった。じゃあ上げとく、そっち。上げときます。まあもう耐えるしかないよ。手首が。そんなに重い。右の手首がちぎれる。そんなに重い。右が痛い。ちょっとじゃあフォローしておきます。取れる。右の手首がめっちゃ取れちゃったから。おもろいからやめて。そっちから当てて。重い重い。何メートル？
これはモテるの。手離して、うん、全部離せ、うん、全部離せ、ああ、いいよ。まあまあ重いっすね、うん、でもだいぶ楽になってないから、格好的には、うん、重い重い、うん、大きいでこれ、うん、とりあえず強一なのは間違いない、 50m とかあるか、うん、重い重い、ライン4号でしたっけ、7m、 ライン3号、あ、4号です。4号だったら足の方がいいな。今80。4号の70ポンド。じゃあ大丈夫だろう。おお。確かにこれ女性やったらかなりきついな。確かに。またやっぱりこの竿はグリーンブロックだから立てられないですからね。立てられない。立てられないか。まちゃんそのまま立てる。いやいや、最後取りたいやろ。おおおおお。これすごいすごい。最初もそうなってたね。とりあえずね、今70、あと70ぐらい。はい、65。よし、うん。これで優秀伸びでいいんじゃないかな、上がったら。ねえ、ほんまに。もう無理でしょ、体力的に。十分。時間帯的にも。一人では弱気やんわ、これは。溜まっちゃったすごいな。もう持てへんかったか。うん、あとそのまま行く？あと最後、あと動画撮ってるんじゃないの？そう、撮ってほしい。けど、どうしよう。ちょっと待ってよ。これ、これ。左今から行った。うん。さっきあの、レンジのところで。そう、私もついてくる。電動のパワーはすごいですね。でも、でも支えてる手が耐えられないんだね。パワーがありすぎて。もっとね、泳がせの竿みたいに立てれるんだったらいいんですけどね。ちょっとジギングロッドだと。見えてきたよ。うん。色的にはなんだ。白い。なんだろう。結構この距離から見えるから結構大きいんじゃない。まあでもカンパチだと思うけどね、あの走り方は。うん。寝てたんすか。うん、多分気づいてなかったか、意外とでかいか。でかいの最初走んないんですよ。あ、そうなの。うん、7、8キロぐらいまでだよね、結構最初バーンと走る。リード巻きにくい。うお、結構大きいね。うん、色はカンパチですね。10キロいってるかな、いってないかな、どうだろうね、分からんね。上げてみんと。触れてんのかな。まあでもフロントしかないから、あ、そっか、うん、擦れるっつっても口とどっかとかじゃない。巻きにくいなこれ。おうおう、まあまあだね。よいしょ。あ、これ本カンパチだわ。よいしょ。よいしょ。これは本カンパチですね。よいしょ。どりゃー。キュキュ。ナイス、ナイス、やった、でかいでかい、はいはい、最後によく頑張りました。あー、いい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった、やったー、すごい大きい本カンパチですね。でかいでかい、これ6キロありますよね。あると思うよ、測ってみます、ね、ヒデナガだったら最初走っただろうね。あ、やっぱり、はい、うん、本カンパチ最初結構食い上がるから、多分食い上がってたんだね。よっしゃ、持てるか。うりゃうりゃうりゃ、ひだね、ひだねものっけたな。ひだね、うん、うりゃ、やばったやばった。とりあえず優秀に伸び、素晴らしい。尻尾を伸ばした方がちょっといいかも。もう苦しいよ。ナイス、顔こっち向けて、あら、取れてるかな。取れてると思うけど、ひだの上乗っけて、横にして、横にして、横、横、横、
でかいな。いいね、いいね、いいね。しかも夕焼けで、よっしゃよっしゃ、めっちゃ綺麗。優秀の美です。じゃあ、でかい、でかい。なんだこれ。カンパチかな。ちょっと、嬉しいですね。さっきよりいいですか。まあ、こ多少いい。カンパチとしては大きかったですけど。うん、でも黄金にしてはちょっと引きすぎますよね。あと結構上で食いました。カンパチ迫るな。カンパチっぽいね。おカンパチでしょそれ。そうっすね。多分カンパチ、カンパチ。よし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 。揃ってきたぞ揃ってきたぞ。これカンパチだろ。どの辺で食ったんですかね。20メーターか30メーターぐらいです。じゃあ、いけるでしょう。じゃあもうカンパチだな。この人を果たして。いやー、マズメパワーすげえな。すごいですね。今まで何もなかったのに。これダメだと思ってた。今まで何だったんだ。ありましたからね。確かに口は使わないかっただけで、やっぱ色はいたからなんか使う時間帯あったってことですね。ですね。サバの活性があったんでしょうね。もうそろそろですか。はい、あ、来た。ん、なんだこれ、カケでかい。なんか斜めになってきたね。お、結構でかいんじゃないこれ。もう一個ついてきましたよ。なんかそこにいますなんか。おお。あ、2匹。おお。お、カンパチ2。あ、じゃあカン、あ、カツオとカン、あ、違う。なんかこれ。おお。長崎フレダイとカツオを食えるけど。カンパチもう一匹ついてきましたと。すげえ。おお、これは長崎フレダイ美味しいんですか。うん、カンパチちょっと高いです。あ、マジですか。あとカツオでか。でか。これはいい、これはいい。いや、マズメパワーすげえ。マズすごいっすね。何も釣れんかったのに。確かに。このなんかバレそうで怖えな。じゃあなんだ、エビングですか。おお、カスメやで。うん、あ、タスミ、カイワリだ。おお、いいね。さすがエビングですね。いやー、ライトタックルでやると、コニアの前でも結構楽しめる。こっちも一緒かな、じゃあ。あ、こっちも一緒っぽい。まあ、一緒ですか。うん。こっちも一緒かな。こっちは？うん、こっちも貝割りだ。ウェイ。同じような感じ。いるね、こういうのが。餌食いなんかしたらなんか無限に釣れそうだよね。